皆さんこんにちは、プロモデラー上徳吉高です。第12号は船底チューブを組み立てるということで、11号に引き続き船底ブロックを組んでいくという流れになります。11号で組み立てたブロックに船底チューブ、船底チューブのパーツを合わせて、ネジで締め込んでいきます。合わせる際は、この船体のラインが綺麗に続くように指で触って段ができないように調整しながらネジを締め込んでいきました。チューブの後ろ側、こちらですね、画面で見るこちら側に、船底接合部品後部を置いてまた接合ネジで締めていきます。こちらもガタガタしないように注意しながら、4点をネジで締め込んでいきます。こういう形で締めてブロック化できましたと。この段階では完全に締め込まずにガタガタしない程度に抑えるというのが、コツかなと思います。続いて煙突をウェザリングするということで、環状構造物のブロックから煙突を取り外し、11号と同様にミスターウェザリングカラーマルチブラックを使ってウェザリングしてまいります。筆を使ってこの煙突のサイドの配管ですね、こういうところを重点的にマルチブラックを流し込んであげると、よりビフォーアフターが分かりやすいかなと思います。くぼんだ部分にしっかり影が落ちると、よりリアルに見えますよというね、流れです。今回もミスターウェザリングカラー専用薄め液を、私上徳は小より状にしたティッシュに染み込ませて拭き取っていきます。小より状にしたことによって、煙突の配管の隙間何かもねしっかりと落とすことができます。かえってミスターウェザリングカラー専用薄め液非常に落とす力が強いので、強くギュッと押してしまうと一気にもうすべてのミスターウェザリングカラーが落ちるぐらい落としてしまうので、逆に、塩梅を見ながら、外から外から、際から際から、塩梅を見ながら落としていくという気持ちで作業すると、割とミスをしないでいけるんじゃないかなと思います。今回もこのサイドの部分を使って綺麗にしたいときと、先端の汚れがついているところで拭き取って、うっすら汚れをつけるターンとかをいろいろやってます。こういう形で配管のところに影が落ちて、より煙突ブロック立体的になりました。はい、いうわけで第11号、船底チューブの組み立てと煙突のウェザリング終了です。